来菌は、ハンセン病の原因となる細菌である。分類上、結核菌と同様に抗酸菌に含まれる。1873年、ノルウェーのアルマウェル・ハンセンによって発見された。1880年にバシラスレプリとして記載され、その後1896年にマイコバクテリウムに移されて、現在に至っている。細長い肝菌、人工培養できない。 ヌードマウスの足底及びアルマジロで増殖されることによって得られる。そのためハンセン病の治療薬の開発に困難をきたした。細胞内のみで増殖する変性細胞内寄生体である。特に末梢神経細胞に親和性が高い。結核菌では機能している遺伝子の割合が90.8%であるのに対し、 来菌は49.5%と極端に少ない。そのため、生存と増殖を全面的に宿主細胞に依存している。世代時間は約11日。霊長類に感染する。増殖すると、ハマキタば状の配列を示す。また、球状の菌界を形成する。抗酸菌染色で染色される。組織検査では、 ジール・ニール・シン染色やファイト染色が診断に活用されている。エムレプリは売価時間が長く、そのことが実験室での培養を難しくしていた。1998年、エムレプリ株の最初のゲノム配列決定が完了した。ついで、インドのタミル・ナード州で管理された株のゲノム、配列決定も2013年に完了した。この配列は、選択されたコスミード、 および全ゲノムのショットガンクローンの DNA 配列解析を採用したアプローチの組み合わせで得られた。結果、全ゲノム配列は3268,203塩基体平均 GC ガン有量が57.8%であった。これは、結核菌ゲノムが 4441,529BEP 及び平均 GC ガン有量65.6%で、 あるの比べてはるかに低い値である。エムレプリと結核菌のゲノム配列を比較することで倍化時間が長い性質について明確な説明が提供され縮小進化の極端な事例が明らかになった。全ゲノムで機能的遺伝子が含まれるゲノム領域は半分以下だったのである。遺伝子の結出によりシデロホア生産、酸化の一部、 微光規制及び嫌気性呼吸差、多数の以下作用システムと、その制御系に関わる多くの重要な代謝機能を失っていた。ハンセンが、アンダースガルッサーアンガエンデスペドルスクヒデンズアスジャー。ノルスクマグ、レーガービデンスコベン4-188トルーマン RW、クラハンブル JL、クラハンブルバイアブル M、レプリアズ、エイリサーチリエージェント。 int, j, reple, other, mycobacter, this, 69,12, プミド 1148310ab, deciphering the biology of mycobacterium, tuberculosis from the complete genome sequence, nature 393, 53744, doi, 10.1038, 31159, グミド9634230奈良イエス、デシュパンデ U デシュパンデホールゲノムシーケンシーズオブフォークリニカルアイソレーツオブマイコバクテリウムチューバーキュローシスフロムタミルナードサウスインディアゲノムアナウンス1 E0018613 ドイ10.1128ゲノメア 零零一八六から十三、PMC 三百七十万七千五百八十二、プミド二千三百七十八万八千五百三十三 ?https スラッシュスラッシュ w w w n c b i n l m n i h g o v PMC スラッシュアーテ PMC 三七七零七五八二スラッシュ。ありがとうございます。